どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京ぐるり、インボーク、チケット会社ですね、占領戦、人間側の勝利だったのかな。で、僕、人間側だったんで、まあ、勝利報酬としてね、多めにチケットもらったんですけど、今回は。今までね、ちょっと連続で負けてたんですよ。はい、で、久しぶりの勝利ということで、張り切ってね、回していこうかと思います。ですね、まあ、今、絶賛花粉症でして、もう、かなり鼻声なんですけど、申し訳ない、動画中にくしゃみとかいきなりするかもしれないよ。俺のくしゃみかなりうるさいんで、ご了承ください。いやマジで花粉症の人の気持ちって花粉症の人にしかわかんないとで、マジで辛いんだよこの季節。この季節クソ寒いのがさ、もうあったかくなってめちゃくちゃ外で遊びやすい季節なのに、外花粉舞ってるから行きたくないんだよ本当に。なんだ、お、いやいいじゃん、スリッパ柔道10グレンド上がったわもうね、とりあえず今鼻と喉に来てるんですけど、ま、ちょっと今日あったかかったから目にも来てましたね。もうその喉にね来るのが謎すぎるんだよな花粉症。鼻と目に来るのはわかるけど、喉に来ると風と勘違いしてさ、しかも体もだるくなってきて、最終的に熱も出たりするし、もう完全に風邪じゃんみたいな。まあ、花粉症ってアレルギーなんで、アレルギー症状なんでね。SR。いや、マジで本当に、喋ってると鼻水止まんなくなるから、ちょっと動画撮るね。やめようかなと思ったんだけど、喋ってるとマジで鼻水止まんなくなってくるんだよな。鼻かんでいいですか？ティッシュなかった。そう、俺ティッシュ最近買ってないんだよ。致命傷でしょ、花粉症なのにティッシュ買わないっていうああやべえわマジでよ。ウェットティッシュで噛もうかな。鼻水を噛もうと多分不快だと思うわ。実際にそこにいるのとか、なんかこういて、そこで鼻を噛まれるのと、この動画を通してなんかイヤホンとかつけて耳に直にこの鼻水を噛む音が入ってくる、すげえ不快だと思う。いやマジ鼻ムズムするやばい。おっと SR が続く。まあ、とりあえずなんだっけ、ラインナップは更新されてるから、何持ってないんだっけな。カナエか、ちょっと12倍のカナエとかちょっと使ってみたい感あるけど、熟練度 100% するかって言われたら俺しないわ多分。あ、ちょっと単発1回引こう、キリが悪い。あ、ボックス整理してないから、これボックスいっぱいになるぞ途中で。絶対派遣キャラもさ、もうあぶれて SSR も、あ、もうあぶれちゃってさ、そろそろ厳選していかなきゃいけないなみたいな。SR 全部売りました。 SSR の優秀なやつだけ残して、もう他は売ってさ、 RC ポイントでそろそろ変えていかないと。おっと、うわ、ナッツクラッカーじゃん。持ってなかったわ。ただ、時短の一番あれ、小物ので時短と、成功率アップ。なるほどね、あんま使わないかな。コレクションとして持っててもいいかもしれないけど、ボックス圧迫するから多分売ると思います。はい、申し訳ないな、作らっか。よし、というわけで、お待ちかねの SSR 確定いきますか。派遣キャラな、持ってるの他いたかな。言っているはず。お、ハイセ。おしょ、ハイセ来すぎなのよ、最近。本当に。派遣のハイセもすげえ来るけど、プレミアムのハイセもすげえ来るの。マジで。促進剤使ったキャラってすげえ来るんだよ。促進剤最後1個、20個で一攫成分使ったキャラがマジで来る。本当に。意地悪するのやめてくれないマジで。もう、なかなか来ねえと思って促進剤。お、平子さんじゃん。平子さんもこの前売ったわ。使わないなと思って多分売ったと思う。ノロ来そうだな。なんかノロ来るあれじゃん。ノロ優秀だけど、ね、あ、エトじゃん。俺このエトのイラスト好きだよ、派遣ので。プレイヤブルキャラの方に行きますか。4枚ですね。いや、デイリーのあれがさ、めちゃくちゃ改善されたじゃん。改善っていうか、石1個でも2
通に毎日手に入るのそれでもよかったけど、チケットが手に入るようになったじゃん、もうガシャ回し放題だよこんなの。やべえマジで鼻水が、脱水症状になるんじゃないかなと思って。鼻水噛みすぎて、そう今日もう鼻水噛みすぎて今日一瞬下界の音が消えたんだけど、ガチで焦った。鼻水噛みすぎるとなんかこの鼻と耳ってつながってるから、なんか耳おかしくなる。吸いすぎても多分噛みすぎても耳おかしくなる。なんか山急に登った時みたいな感じ、飛行機乗った時みたいな感じでこう耳が遠くなるんだけど、マジで下界の音が一瞬全部シャットダウンされた。俺これ行ったわと思って、わあ俺これ聴覚失ったわ一瞬思ったけど、なんか鼻つまでフッてしたら治りましたね。マジ危なかった本当に。でもあれだよ、なんか聴覚とか視覚とか失った人って逆にその他の五感がこう補い合うみたいな。で聴覚を失った人はなんか視覚すげえ目が良くなったりとかね、あの気配感じ取れるようになったり、第六感みたいなのが良くなったりとか、目が見えなかったら逆に耳が良くなるから、 なんて言うんだろうね、周囲の危険をこう察知をこう聴覚でこう補うみたいな、視覚でやってたことらしいですよ。まあ、俺の年でそれだってなるかどうか知らんけど、生まれつきの人がなんかあれなのかな、逆にそっちが視覚の方がこう優れて生まれてくるみたいな、聴覚がない代わりに。トーカじゃん、あれさっきトーカ来なかったっけ、俺全然見てなかった。アモンが来たことは分かって、この4枚全然見てなかった。喋ることに集中しちゃった。花粉症の話で盛り上がりすぎた。はい、ということでですね、まあ花粉症の方々、多分かなりねいらっしゃると思うんですけども、これからどん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 花粉が増えていってね、僕はもうあの年がら年中多分9月のなんかもう夏とかも普通に花粉症なんで、今から9月10月ぐらいまでずっとね、花粉症続くと思うんですけど、はい、花粉症の方々、頑張っていきましょう。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。今回もレッスンが届いております。どうぞ。